サギッチョが行われた朝倉市の平塚川沿い遺跡公園には竹と笹で大きな櫓が組まれ、集まった人たちが次々と正月に飾っていたしめ縄などを笹の枝にかけていきました。松明の火が放たれると櫓は炎を上げて勢いよく燃え始めました。これでもまだまだですね、収まらないんでですね、家族が健康に過ごせればいいと思います。友達とか家族とかたくさん会える、こうみんなが元気な一年になったらいいなと思います。集まった人たちは燃え上がる炎を見つめながら、今年の家内安全や無病息災を祈願していました。